古代の秘蔵書。古代の秘蔵書は長い間失われていたと考えられていた。もしくは秘密にされていた書物です。多くの場合、宗教的または神秘的な性質のものであり、失われた知識や力を含んでいると考えられています。古代の秘蔵書には様々な種類のものがあります。最も有名なもののいくつかには次のようなものがあります。ナグハマディ写本は1945年にエジプトのナグハマディで発見された一連の写本です。写本には初期のキリスト教のグノーシス派のテキストが52編含まれています。死者の書は古代エジプトの宗教的なテキストです。来世への旅をする人の魂を導くために書かれました。ボイニッチ手稿は正体不明の文字で書かれた写本です。15世紀に書かれたと考えられており、その内容は謎のままです。古代の秘蔵書は様々な方法で発見されています。最も一般的な方法は考古学的発掘調査によるものです。ナグハマディ写本はエジプトのナグハマディ近くの洞窟で発見されました。死者の書はエジプト全土の古代エジプトの墓で発見されています。他の秘蔵書は図書館や私有のコレクションで偶然に発見されました。ボイニッチ手稿は1912年にイタリアの古書店で発見されました。古代の秘蔵書の発見は私たちの過去に対する理解を深めるのに役立ちます。秘蔵書は失われた文明の宗教、哲学、科学に関する新しい洞察を提供することができます。場合によっては歴史の新しい章を明らかにすることさえできます。例えばナグハマディ写本は初期のキリスト教の理解に大きな影響を与えました。写本にはイエス・キリストと初期の教会の様々な絵が描かれています。死者の書は古代エジプト人の来世の信念に関する貴重な洞察を提供します。来世は危険で困難な場所であると信じられており、死者を守るために魔法の呪文と祈りが書に含まれていました。ボイニッチ手稿はまだ解読されていませんが、失われた文明の言語と文化に関する貴重な手がかりを提供しています。古代の秘蔵書は私たちの過去を理解するための魅力的で重要な窓です。秘蔵書たちは失われた文明の秘密を明らかにし、私たち自身の起源についてさらに学ぶのに役立ちます。ちなみに、秘蔵とは人にはあまり見せずに大切にしまっておくことで、よく似た言葉の秘密は他人に知られないようにすることで、隠して人に見せたり教えたりしないことです。